直後に出された新たなエルダー制度の提案は
月外射化と天敵強制攻撃の本格的な開始です。これは JR だけの問題ではありません。労働者全体の権利を破壊して社会の在り方を大転換する重大な攻撃です。その革新的な攻撃が外中化です。私たちは組織拡大を実現し外中化を粉砕する戦いに全力で立ち上がります。共に戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして出向無効確認訴訟弁護団長森川文人さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。今10月10日の判決について弾劾の意見がありました。この裁判は2012年の提訴以降足掛け5年をかけて戦ってきました。昨年10月、12月、1月と東京地裁の大法廷を1日ずつ使った尋問を戦い抜き、この裁判の過程において多くの暴露を実現し勝利的な展開を見せたことは多くの方はご存知だと思います。外中化そして出向自体を争うこのある意味今の常識を覆すまさに革命的な裁判闘争がこの裁判です。この訴訟の意義は今の新自由主義の在り方を根幹からえぐる世界的にも最先端の戦いとして実し誇りに思っています。このあまりにも鋭い裁判闘争が東京地裁労働部の出した判決は極めて醜悪な判決ならざる判決という形で現れました。まさに資本の手先に徹した言い訳に終始したものになりました。例えばその内容では出向期間が原則3年とされていた本件出向命令の大半が延長されているとして、しかしこれは実施から10年かけて被告から出向者がエルダー出向者やプロパー社員に置き換わることを予定していたという認定です。では原則とは何でしょうか一体。そして本件出向命令は将来的な展望などを踏まえてグループ会社全体としての業務適正配分の一環としてなれたものと理解することができ JR の経営者としての合理的な経営判断に基づくものと解することができる。一体誰の方を持っているんでしょうか。このような被告 JR は未だ多額の長期債務を抱えており、平成28年度の各最高益を上げたとしてもこれによりコストダウンを図る必要性がないということもできない。全く一体誰の味方なんでしょうか。裁判所は極めつけは本件出向命令に伴う不利益の程度は通常の移動に伴い管理すべき程度を超えないものと認められる。このフレーズがなんと15回以上も繰り返されます。このような無駄な内容のもので偽装脅威も出向命令もそして全ての JR の言い訳も飲み込んだ全く説得力の欠けるもの、これが10月10日の判決です。私たちの戦いがここまで JR と裁判所を追い詰めたということだと思っています。我々弁護団そして原告団は直ちに控訴しました。戦いを継続します。世界で新自由主義と戦う多くの労働者とともに勇気づける戦いを展開したいと思っています。民営化はおかしい、外中化はおかしい、非正規化はおかしい、新自由主義はおかしいという怒りが世界で溢れています。最近本屋に並んでいるポストキャピタリズムという本、この中でも新自由主義の指導原則は自由市場でも民営化でもグローバリゼーションでもなく主たる目的は組織労働者を排除することなのであるというふうに指摘しています。ここで改めて指摘されるまでもなく道路総連合は民営化の始まりから新自由主義と戦ってきています。資本が最も潰したいことはここにあるような労働者の連帯と団結です。だからこそ真っ正面から戦うこと、このことは決定的に重要であり革命的勝利の展望があるときに確信しています。私たちは
皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、道路水戸からの発言をお願いいたします。撤収されたすべての皆さん、大変ご苦労様です。道路水戸の委員長をしています石井です。よろしくお願いします。今トランプが日本に来ています。彼は何のためにやってきたんでしょうか。今度の戦争は核戦争です。私たち福島県で起きている福島第一原発の爆発という事故は国際問題です。全世界の労働者の問題です。この1号機から3号機、何も手をつけられていません。ただ水を流して冷やしているだけです。3号機の格納容器の内部の写真が公開されましたけれども、デブリという溶けた燃料は格納容器の壁に垂れ下がって本当にドロドロになっています。そういう状態です。安倍総理はこの福島第一原発の事故を泣き物にしようとして、2020年東京オリンピックに向かって私たちの働いている常磐線、これを全線開通させようとしています。私は絶対に許すことができません。安倍総理は汚染水はコントロールされているんだ、だから東京でオリンピックをやっても大丈夫だ、このように言っています。しかし福島の現実はもう汚染水のタンクがいっぱいで、トリチウムを入ったタンクが海に捨てよう、このように言っています。私たちはそのような中で4月1日浪江駅延伸、そしてこの10月21日原発の南、第一原発の南側の富岡駅にまで、竜田から富岡という駅に延伸する常磐線の延伸に対して断固戦ってきました。富岡駅は福島第一原発の10キロ圏内です。もう浪江から富岡まで3駅しかありません。双葉、夜の森、大野という3つの駅しか、もう常磐線は普通になっているところはありません。常磐線の富岡までの延伸で試運転では運転席から4マイクロシーベルトの放射線量が検出されています。しかしこれは機械の間違いだとして何の検証もせずに今富岡駅まで走っています。こんなことを許せるでしょうか。私たちは10月21日富岡駅前に断固登場し、道路総連合の水戸、福島、道路総連合新潟、そして浪江の酪農家の吉田さんや福島診療所の副院長も、あと福島の人たち、宮城県の人たち、茨城県の仲間が50名結集して断固富岡駅で抗議行動を戦ってきました。9時から抗議行動を開始し、10時から富岡駅祝いの式典が始まる予定でした。富田社長は、 JR 東日本の富田社長は前日から水戸署に入って、で4月1日浪江駅延伸の時に、道路水戸がストライキをやった時に、ストヤプリが26名も、運転士がストヤプリを拒否して26名も検挙しました。そのカスタムユニットというところを視察して、そして水戸でこの10月の大会も本社の提案が完全に吹っ飛ばされました。そういう水戸で何が起こっているんだ、社長自らこの富岡延伸に責任を取るとして、と社長自ら乗り込んできました。駅前ではホテルも開業し、売店、そして蕎麦屋も開店しました。蕎麦屋の時給は破格の1300円だそうです。そういうことを演出をしながら式典が開始されようとしましたが、私たちは断固登場し、職員が抗議行動をやめてくれ、このように言うわけですけれども、通行の邪魔だ、誰一人町民など通っていません、誰も帰っていないんです。そういうところに通行する人などいるはずがありません。そして10時から始まる式典は10時40分まで私たちの抗議行動で阻止をされました。徹底的に富田社長を糾弾し、ここにいる
道路民と支援協党の児玉さんが私の首を切ったのは絶対見せない、このように抗議をして富田社長を弾劾しました。私たちは重大な勝利を勝ち取ることができました。これまで初田駅まではジェスという JR ステーションサービスというところが委託、駅の委託業務を受け負っていましたけども、今回富岡駅はジェスが委託を受けないということになりました。そして JR が直接駅長を JR 水戸支社から駅長を発令して、そして駅以外なのでいわきから除菌という形になりました。これは初めてのことです。 JR 100% 出資の子会社が JR の委託を拒否する、そういう事態がついに起こりました。これで常磐線全線開通も完全に破綻が始まったと、私たちの戦いがついに功を奏してきたというふうに確信をしています。決心された皆さん、この原発事故の問題は革命でしか解決できません。全学連の委員長斉藤育馬君が衆議院に出馬して、この国に革命をと訴えて出馬して戦いました。私もその通りだと思います。この国に革命を起こして戦いに勝利したいと思います。今日は頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、道路創業のからの発言をお願いします。本日の集会に結集された仲間の皆さん、お疲れ様です。10月13日私たち道路創業八潮新聞は24時間ストライキのストライキを完成しました。道路創業連合と東仲間の共に戦う力があって、私たちは24時間ストライキを完成できました。本当にありがとうございました。その結果、4日後に会社側は、それまで6月雇用を3名に縮めて、あくまでも3名じゃないと働かせねえと言ったのは正社になってくれと、まさかそういうことが来るとは思わなかったんですけどね。要は会社ならそんなことですよ。要は戦う団結の力をやれば勝てるだってことをね、私たち、役所支部初めてじゃいけませんけど、体が初めてですけど、共に戦う仲間と一緒にやれば勝てるだってことを我々ね、示したと思います。本日で役所支部8名の仲間全員今日参加していますんで、マリア連中としても含めて初めて今日の瞬間に参加しています。私たちは今第一回のストライキやりましたけど、このままじゃ済まねえと、今年の年末には支部長の定年退職を迎えます。会社側は絶対に職責しないというのが考えられますので、私たちは無限ストライキに突入しますので、皆さん一緒に戦いましょう。私たちは昨年の12月29日に結成しましたけど、来月で1年迎えます。この1年に向かって私たちは組織拡大に突っ込んでいきます。もともと道路東京建設委員は1000年の建設にしようというのが目的だったので、これは可能だと思います。それで話変わっちゃうけど、昨日支部長が国際連帯集会に参加して、でその支部長は今度ソウルに行きますので、名刺労働ともに鉄道を渡してたのは電車運転しないけど、しないけど
電車をぶっ飛ばすことができると、そのためにやっぱり民主労働の鉄道労組と、そしてドイツの機械労働組合と団結して、今後も何歩でも不対応をぶつけますので、共に戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、解雇撤回、JR 復帰へ、まず道路市場総議団の中村太志さん、よろしくお願いいたします。道路市場の中村です。いつも、道路市場、そして、1047名解雇撤回に心を寄せていただきありがとうございます。道路市場の、我々は解雇撤回を、もともと JR 東日本に対してですね、解雇撤回を求めて戦っています。我々は絶対解雇撤回を勝ち取りたいと思っています。今、道路組合の人たちが声を、上げていただいています。本当に今道路総連合というのは非正規だった、JR で働いて外注会社で働きながら非正規でだけ最低賃金で働かされながらも道路総連合に結集するためにね、そのためにみんなでその JR 関係の職場に集って道路総連合で必死になって頑張ってくれている人たちが今道路総連合に結集しています。福島だったり宮城だったり、みんな本当にね、我々は道路総連合で戦うんだってことで本当に歯を食いしばって道路総 JR 関係の職場で頑張っています。そういう人たちのために食べているじゃなくてね、そういう人たちが我々のために戦ってくれてる。だからこそ私たちは JR っていうろくでもない会社だかもしれないけども、そこにクビになったんだからそこに帰るんです。道路島は解雇撤回を勝ち取るために JR 復帰を皆さんの力で私たちもその先頭で戦って絶対ですね、JR 東に帰りたいと思っています。皆さんの力とともに私も頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、1047協議会道路九州の萩野健さん、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。高田中村さん、お疲れ様です。道路総連合九州の執行委員長をやってます萩野と申します。本年9月15日都内においてですね、道路総連合1047協議会を結成いたしました。それは4.9の攻撃に対し真っ向から反旗を翻し戦いを開始する私たちの宣言でもあります。1047名は間違いなくこの改憲と戦争を阻んできた30年の戦いでした。私たちはここで終わることなくさらなる戦いをもっともっと広げるために全国展開を重ねる1047を何としても残して、その気持ちでですね、北海道から九州まで協議会で結び、また新たな1047年闘争を私たちの力で、また戦う仲間の力で再度作り上げる、それがこの国の戦争、国家に対する私たちの回答ではないかというふうに私自身は思っています。さらなる戦いはこれからです。働き方改革、解雇を含めて働き方改革ってないですよね。矛盾したことをどんどん言わざるを得ない。つまり働き方改革というのは言うこと聞かない人間は死んでもらうっていうふうに言ってるのと同じです。ですから我々は団結して生きる道を選択し、さらなるこの国の在り方を根底的にひっくり返すために、全ての戦う仲間が団結するのは国立闘争だと思うので、私も先頭になってこれからも頑張りたいというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ここで皆さんにお願いです。無記名のスイカを落とされた方がおられます。無記名のスイカ拾った方は楽屋へ届けてください。お願いします。まずはじめに全国金属機械労働組合港合同委員長中村義正さん、よろしくお願いいたします。お願いします。中村皆さん、ご苦労さんです。港合同の中村です。1998年に初めてこの11月労働者集会を呼びかけて、今年は20回目を数えます。当時の思いは灯籠の斧と言われようともという思いで始まりました。灯籠の斧とはことわざによると、カマキリが大きく自分の体を見せるためにというようなことで、自分の弱さを顧みず標的に挑むということだそうです。しかし20年過ぎた今、巨大資本を相手にして裁判闘争をはじめとして現場での実力闘争を背景にして戦い抜き、 JR の思惑は大きく外れています。その要因は何といっても非解雇者をはじめとして当該組合が戦う拠点を築き、全国津々浦々や世界の労働者に大きな共感を得ているからです。今や我々は灯籠のものではありません。自信と拍手を持って戦い抜きましょう。さて、私たち港合同は当初全国金属の時代から官民連帯地域共闘を運動の柱について戦い抜いてきました。大きな柱は大阪港の軍港化に反対する戦い、そして装備組合の支援を戦い抜く軸にした戦いです。この40年余り、鉄鋼独占による組合潰しの攻撃によって港合同の多くは倒産を余儀なくされ、また裁判所によって破産宣告を受けてきました。10年葬儀は当たり前、22年間戦い抜いた芯もあります。そして今なお組織を残して戦っております。このような攻撃を受ける過程で、私たちは公務員の仲間から大きな支援を受けてきました。大阪ではこの10年、公務員労働組合を潰すために登場した橋本徹大阪府知事、大阪市長として就任しましたが、彼がこの期間一応潰しに手間なくなり、数多くの不当労働行為を積み重ね、いずれも会長の命令を受け、結局のところ組合を解体することはできませんでした。それは少なかったとはいえ、入れずにアンケート調査を拒否して戦った仲間がいたからです。家庭では大阪市24区を分割する大阪都構想を打ち上げ、2015年5月に初めての住民投票が行われましたが、大阪市の分割に反対する人が多数を占め、住民投票は失敗をしました。その後、橋本市長は辞任しましたけれど、現在も大阪府大阪市とも維新の会が5回1人になっています。そして今、来年の10月を目標にして再び大阪市の分割、大阪都構想の住民投票が持ち上がっています。維新政治の特徴は、あらゆる団体を解体することです。労働組合は真っ先に攻撃を受け、さまざまな条件を作って金集まりにしました。地域振興会議関係も解体され、日常的な住民のつながりは薄められたのです。彼らが団体が作られば、自分たちが目指す方針が達成をできないからです。一度敗れた都構想、36億円もの公費を使い、なぜ大阪都構想をしようとするのでしょうか。現在の24区を5区から8区に分割し、小さな自治体を作り、自治体労働者をバラバラにして抵抗制約を弱めることで、分割から民営化、総非正規化を目指しているのです。現実にはすでに役所の窓口業務はパソナなどの派遣労働者が担っており、
私たちの仲間の顔を見ることは少なくなっています。野党合同は受けた支援の運動で返すとの教訓のもと、引き続き安倍の再建策動と対決し、官民連帯の輪に走ることなく、自治体労働者との連帯を強めて、大阪市の分割運営化絶対反対、市長指定区絶対反対、大阪都構想反対を掲げて戦う決意です。今月1047名の同志の戦いに固く連帯し、共に戦うことを明らかにします。我々はもはや鎌倉ではない、共に戦いましょう。ありがとうございました。続きまして、都庁福島署名開口を許さない会、柿沼陽子さん、お願いいたします。私は小池都知事のお膝元、東京都庁富士堂レストラン、都議会を開くところの下にあるレストランの厨房で働いていた非正規の労働者です。ここ東京都は 3.11 の原発事故で避難してきた福島の避難者に対して、助成金を一切打ち切り、そして避難住宅から追い出す、そういうことをやっています。私はそれに対して被爆と帰還に反対する署名とビラを職場仲間に渡したとして、今年の4月3日に解雇されました。しかし今一人から入れる合同労働者に結集し、仲間に支援共闘を立ち上げていただき、ここに立っています。そして今月に2回都庁で座り込みをして、そしてインターネット、ブログ、あらゆる手段で小池と戦っています。安倍政権、小池都政が行っていることは、労働者民衆から搾取して搾取して、お国のために死ねということをやっている政策しかしていません。子どもの命を守るどころか、真綿で首を絞めるように、お国に逆らう者は口を封じ、生活手段を奪って死ねということを公然とやっています。私は子供がいます。母子家庭です。しかし安倍や小池はそんなこともお構いなしです。福島の原発事故をなかったことにして、オリンピックだと騒ぎ立てて、挙句には北朝鮮を悪者にして朝鮮侵略戦争を目論んでいます。私たちは人殺しをするために生きているんじゃありません。殺し殺されるために子供を産み育てているのでもありません。今の社会は一部の金持ちがマネーゲームをやるために作られたルールで動いています。先日も京都大学で軍事研究に反対している学生が2人でっち上げ逮捕されました。子供が一生懸命勉強して高い学費を借金させられて、大学に行って人殺しの勉強はしたくないと声を上げると退学処分、あげくに逮捕される、こういうことがまかり通っています。絶対に許せません。私たちはこんな社会はもういらないと思っています。国という国もそもそも土地の奪い合いの歴史です。労働者に国境もパスポートもいらないと思います。皆さん一人一人がかけがえのない存在であり、一人一人に全て歴史があります。命は限られています。そんな中で一部の人間に人生を決められてしまう、こんな社会はぶち壊して生命が生命として全うできる、そういう新しい社会を作っていきたいと思っています。
世界中を世の中を回しているのは私たち労働者民衆だということを安倍やトランプそして小池に見せつけてやりましょう。そして全世界の労働者民衆とつながって限りある地球という惑星の中で子どもたちに本当に夢や展望が持てる社会を一緒に作っていってください。日本のメディアは一切私たちを報道しません。世界の仲間から全世界にお互いに戦いをつなぎ合ってもっともっと大きな運動にしていきたいと思っています。ぜひ共に戦ってください。連帯の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして東京交通労組6号常務支部執行委員の大木雄二さん、よろしくお願いいたします。東高の大木と申します。地下鉄の乗務員をやっております。先の衆院選で小池率いる希望党が惨敗しました。小池が都政を私物化して散々振り回されてきた結果です。築地市場を豊洲に移転して5年後に築地に復活させるという誰が見ても初めから豊洲移転ありきの認識であったり会見戦争推進の正体を隠し都民労働者を欺いてきた小池に対する怒りが爆発したのです。今や小池はガタガタです。その小池は衆院選の敗北の取り返しもかけて築地をはじめとする卸売市場の民営化を含む東京の丸ごと民営化を推し進めようとしています。そして大阪と同じように地下鉄バスの民営化を大丸として狙っています。これを後押しするように総務省は自治体400事業経営点検というものを出してきました。これは自治体の採算事業の民間譲渡や廃止を推し進めようというものです。特にこの中で都営バスを名指しで標的にして民間よりコストが高い賃金が高いなどと振りまいて民営化推進を振りまいています。しかしこれは全くのデタラメです。都バスの運転手は10年前から民間より賃金が高いとされ 10% 賃金引き下げの攻撃をかけられてきました。今初任給賃金は東京の最低賃金をわずかに上回る程度で都バスの職場では青年が次々と辞めていくのが現実です。これは国鉄分割民営化の時の国鉄労働者に対する闇からキャンペーンや国土キャンペーンと全く同じです。絶対許せません。しかし今回は敵の側小池に全く勢いはありません。この攻撃をチャンスに転嫁し反撃するならば絶対に勝てます。この民営化反対をはじめ日本の労働者の戦いの最大の妨害物になっているのは連合だと思います。これだけ労働者が無権利状態に置かれ怒りはあるのに
なぜ韓国のような戦いが爆発しないのか、それは連合が労働者の決起を抑えつけてきたからです。連合本部は戦後労働法制の解体改憲推進で安倍の先兵となっています。そして連合東京は都民ファーストと協定を組み、小池の働き方改革の先兵となっています。しかしこの間、新選を組む戦いで連合は崩壊過程に入りました。衆院選では支持政党を特定できず、希望の党に流し込むという目論見も見事に外れました。安倍も小池も連合も打倒するチャンスです。都営交通民営化阻止、東京丸ごと民営化阻止の戦いを、交流センター自治体の仲間と共に戦い、小池を打倒し、働き方改革を粉砕したいと思います。共に戦いましょう。ありがとうございました。希望総会で、順次よろしくお願いします。皆さん、お疲れ様です。私は全人権連帯労働組合MK 運輸分会の清水と申します。私たち MK 分会は今から約4年前に組合を結成し、数々の問題を抱えた会社に対し、過重労働、未払い賃金等さまざまな問題に対し、会社、代理、弁護人と誠実なる団体交渉を行ってきました。しかしながら、社長であります北守は逃げ回り、代わりに顧問と称し、反社会勢力を介入させ、労働者であります我々の分会長を恐喝、脅迫、組合脱退強要し、数々の不当労働行為を働き、我々組合潰しを仕掛けてきたんです。このような行為は決して許されることではなく、我々は最後まで戦うことを決意し、団結の力により、この騒ぎを解決するために、連帯労組その他他労組の方のお力添えを終え、今現在24時間ストライキ決行中の分会であります。また会社側は悪徳労務士を介入させ、結成当時に我々労働組合と会社側と協定書を結び、未払い賃金等の一部支払いを求め団体交渉に臨みましたが、会社側はその協定書を一方的に保護にし、その悪徳労務屋は我々の行動を監視し、組合潰しをしてきました。そして今から340日前に我々分会長襲撃事件ということが起こりました。早朝5時過ぎに我々分会長が会社敷地内駐車場に帰ってきたところ、数名の暴漢によりトラックから引きずり下ろされ、全身打撲、肋骨3本骨折という重傷を負わされました。このような暴力的な行為に関し、我々労働組合は決して負けることのないよう、その日より無期限ストライキを決行してました。今現在も私を含め10名の分会員は24時間、今この時も戦っているんです。
今日お越しの皆さん、覚えてやってください。奈良の片隅で24時間ストライキをし、そして最後まで戦おうと団結し、今現在も戦っているんです。我々労働者、ストライキ権を行使するというのは苦渋の決断なんです。しかしながら、この運動を止めることにより、日本全国労働者の皆様に必ず波及すると思い、最後まで戦い抜くことを決意し、今日ここに来ました。我々この運動に関し、MK 運輸だけの問題ではないと考え、この先、5年先、10年先の労働者の実情を考え、最終的には皆労働者の底上げ、そしてこの今格差社会の少しでも格差を上げれるよう団結して頑張りますので、応援をよろしくお願いします。ということで、決意表明を願います。Die Menschen, die gegen ein diktatorisches System der Unterdrückung auf die Straße gingen. Und wie wir heute sehen und verstehen sollten, darf dieser Kampf der Menschen auf der Straße nie enden.私たちは西ドイツでも東ドイツでも街頭で戦ってきました。しかし今日、私たちがはっきりさせることは、戦いは街頭だけで終わってはならないということです。 Für diesen Kampf braucht es eine deutlich erkennbare antikapitalistische Alternative zum bisherigen Gesellschaftssystem. Ein System der Kriege, der Unterdrückung und der Ausbeutung. Es braucht eine erkennbare Alternative für die Arbeiter in den Betrieben, für die Schüler in den Schulen, für die Studenten in den Universitäten, für die Soldaten in den Kasernen, der sich aktiv und hoffnungsvoll anschließen können. この選択肢は労働者、学生、そして兵士たちに明確に示され、彼らが希望を持ってそれに積極的に参加できるようなものでなければなりません。Ein Hinweis an einen anderen Besucher heute hier in Japan. Mr. Trump, ich muss feststellen, Sie sind hier nicht willkommen.Nirgendwo auf dieser Welt sind Sie willkommen. Und Sie, Mr. Abe, der Sie Mr. Trump willkommen heißen, stoppen Sie die Kriegsvorbereitung gegen das koreanische Volk. Sofort. Noch eins, die deutsche Delegation will Seoul besuchen, um einen neuen Koreakrieg zu verhindern und unsere internationale Solidarität zu vertiefen.
今日本にはアメリカのトランプ大統領が来ていますが、私たちはトランプ氏を歓迎しません。それは世界のどこでも同じです。そしてトランプを歓迎する安倍首相について言えば、朝鮮半島における戦争準備を直ちに停止せよということです。最後に、戦争を食い止め国際連帯の発展のためにドイツ代表団が今回訪韓をすることに決めました。Slave labor.Stop that slave labor.
え、さっさとお前ら日本から出ていけばいいんだよ。出てけよお前らよ。お前ら人間じゃねえんだよ。ウジ虫かゴキブリなんだよ。え、おもろしいだ。おめえら何やってるのか分かってんだろ。俺ら今までやってきたこと反省しろ。てめえらが今までやってきたことを反省しようか。やっぱりひどいもんや。この憲法というのはアメリカに押し付けられた憲法である。そうだそうだ。我々は空学に騙されないぜ。